はい、おはようございます。12月9日木曜日、今日は、広島県の江田島の、今大垣港に来ています。これからですね、ダボーさんという山に登りたいと思います。途中、テレビコマーシャルなんかで有名な天狗岩とか、眺めのいい老の浦渓とかというのがあるそうですので、そちらの方も寄りながら山頂を目指したいと思います。それでは出発します。はい、天狗岩に到着しました。いや、すごい、すごい景色、すごい景色が広がってます。あー、すごい。おー、ほら、はい、あれが、天狗岩ですね。はい、ちょっと後で行ってみましょう。はい、それじゃあ天狗岩で、昼ご飯にします。ちょっと風が冷たいんですけどね。今日はあったかいものにしましょう。はい、新兵器登場です。モーリアンヒートパック加熱袋、これ使います。これを使ってですね、何をするかというと、松阪牛ビーフカレー、これをやります。そしてご飯は島根県の煮た米です。これを使ってカレーを食べます。この袋の中にこの発熱剤がこの中にあります。この発熱剤を使います。はい、これですね。この発熱剤を使います。で、これをこの下に入れて、そしてこれとこのボトルトを置いて、そして次はね、この中に水を入れます。ここまで水を入れます。よしよしよし、注ぎます。で、チャックを閉めます。
始まりました加熱が。これで15分から20分待ちます。はい、ね、できました。ちょっと熱いんでね、手袋をせんといけないんだけど、この手袋指の先が開いとるんだよね。はい、それじゃあ出します。熱っ。ご飯しご飯と、それからビーフカレー、はい、2つ温まってます。はい、それじゃあできましたんでいただきます。はい、美味しそうですね。はい、それじゃあいただきます。はい、それじゃあカレーとクレーはコーヒーですね。はい、コーヒーは今日は山っぽオリジナル秋のブレンド、これ飲みます。はい、それじゃあ昼ご飯終わりましたんで、これからですね、老の浦渓谷だったかなの方へ行きたいと思います。それでは出発します。はい、今老の浦渓谷ですけれども、ここはものすごい絶景ですね。はい、もうこれで満足したんで、時間もありますし、降りたいと思います。はい、それでは行きます。降りてきました。大垣港に帰ってきました。いや、今日は頂上まで行きませんでしたけど、すごくいい天気でいい景色でしたね。2つとも、はい、良かったです。大満足です。じゃあ今日はこれでおしまいです。